立浪おじいちゃん、多くのファンから心配される。優しい世界や。腐っても立浪は立浪や。冗談で言ったのかと思ったら、ガチそうで腐。さすがの立浪アンチでも心配になっちゃうよ。頭を抱えて限界を迎えました。来季の続投は取り消し。中日ファン歓喜。監督業は本当にストレスの溜まる仕事らしい。脳卒中とかのリスクもあるから、医者行こう。これは検査した方がいいかも。もう普通に立浪さんは限界なんやろ。不甲斐ない成績で終わって来季に向かおうとしてるのに、今は再開脱出しようとしてるから気が入らんのやわ。かなりお疲れのご様子。2軍の試合を見てないどころか、1軍の試合も見とらんの？寝てたんだよね、きっと。優しい世界だね、中日さん。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。